よし、積み込み完了。ですね、今バイクトランポしてですね、ファーストギアに、バイク屋さんですね向かってるんですけど、まあ、ようやくですね、あの5速の組み込みをしてもらおうかなと、まあ、自分で頑張ってやろうかなと思ったんですけどもね、どうもね、やっぱりせっかく、するんならきっちり組んでもらいたいなっていうのもあったんで、まあ持ちは持ち屋に任せようかなというような感じでね、お金払ってお任せしようかなと思って今ちょっと、バイク屋にお願いするようにしました。で、まあまあ、今回は5速の組み込みだけで、あとはまあ消耗品の交換というような感じの内容になると思います。ミラーが全然つけずれてるな。 OK、 まああとはですね、どうですね、ピストンリングとかあの辺をちょっと交換ぐらいかなと。ピストンはまあ使えるとは思うんですけど、まあ、開けてみないとねどうなってるかっていうのがわからない。で、なんか今ちょっとねオイルの蓋を開けたらなんか乳化しててですね、うちのクロームね乳化してなかったんですけどね、なんか急に乳化するようになりましたね。なんでだろうな。まあということなんで、とりあえず、そういうことです。ようやく5速ですよ。5速楽しみですね、ほんと。え、どこですかこれ。で、これスレッツラ、これ仮面ですね。はい、貝なんですよ。で、これ、一緒回しですか。はい、こっちはここピンポイントでいったんですよ。わかるですか。あー、ほんとだ。あー、ほんとだ。なら、結局シリンダーも変ももしてますし、で、ピストンももともとこういう風にスライ、あの、スリット入ってますけど、ちょっと色の判断が難しいんですけど、ここからこの範囲が全部削れてるんですよ。見えるっすかね、これアルミが削れてますよ。あ、本当ですね、はい、あ、ここ色がちょっと微妙。シルバーめっちゃですね。スタンダードってこの色なんですよ。これでもちょっと削れてるんですけど、それがもうガサガサに。で、これがもう両面なんですけど、一応全部バーッと見ていきよったんですけど、まあ、クラッチ盤ももうほぼ滑ってます。もうあの盤は何時もうテッカーテッカー、もうクラッチ盤アウトです。なんで、まあ、例えばその山登るっていう時にこれでどんなに頑張っても途中からもパワーは出ないですね。で、動力伝わらないんで、ほぼほぼ滑ってる感が強い感じですね。で、あともう一個が、これが相当微妙なラインになってるんですよ。これがクランクなんですよ。クランク。やだ。そうなんです。これが。ちょっとガタが、あー、なるほど、それで振ったってことなんですか。あとってあれ、そうですね、少しガタが、なんかこれは許容範囲内かって言われると、ギリギリぐらいか。でもこのまま使うと多分そのまま行ってしまう可能性が高いかなと。ですね、今ちょっとバイク屋さんと話をしてきてですね、今後どうするかということをちょっとまあ今相談してきたんですけど、とりあえずシリンダーの方はですね、徹子ちゃんからいただいた純正シリンダーをそのまま流用するという形になりました。見たところなんか自分のより全然2万ぐらい走ってたシリンダーらしいんですけど、全然傷もなく、まあまあ問題なく使えるんじゃないかなっていうことらしいです。で、クランクについてはですね、松さんがですね、純正のクランクをですね送ってくれまして、それを今ちょっと確認で持っていったんですけど、まあわずかに、松さんのクランクの方が、コンロッドの左右のフレっていうものは少なかったみたいですね。ですからコンロッドの、ベアリングのへたりっていうのは松さんの方が小さいと、
なのでクランクは、まあ、松さんの流用して、エンジンを組む直すということになりました。いや本当持つべき、ものはグロム仲間という感じで、ね、本当ありがたいんですよね。もう本当こんなん送っていただいてですね、いや本当に助かりました。これでね、元に戻りますし、また走ることができるんじゃないかなと、このいただいたパーツっていうのをですね、大切に使っていきたいと思います。本当にありがとうございます。また個別でお礼させていただきたいと思いますんで、本当に本当に本当にありがとうございます。よかったね。でもまあ2万5000ぐらい走ったクランクよりも、自分のクランクシャフトはまあちょっとへたりが進んでたっていうのは、もうバイク屋さん曰くもう製造ラインの問題じゃないかなと、製品の質の問題なんでどうしようもなかったんじゃないかなというふうに今言われてましたね。ですね、これでもう不具合があったパーツをどうするかということが、まあ、一応まとまったんで、ようやく、まあ、5速の組み込みに取り掛かれるんじゃないかなと思いますね。いやようやくですよ、まあ、まさかね5速組むっていう話でだけだったのにまさかこんな大事になるとは思いませんでしたわ。ほんまにやっぱり製品としてね、やっぱり当たり外れがあるっていうのは仕方がないことなんでね、もう自分がそれを引いたっていうのも仕方がないんで、向き合うしかないんですけど、いやでもこれで、いい感じになってくれればなと思いますね。まあ、ということでね、これからまたミッション組んでみて5速乗ってみてどうかっていうことをまた、まとめて動画とかにねまとめたいと思いますんで、まあよかったらまた見ていただければと思います。早く乗りたいね、本当。